リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンとです。イエイ。はい、今日はリンとのお宝ということでこちらご紹介していきます。戦国ドライバー&オレンジロックシード、そして昭和15ライダーロックシードと、平成15ライダーロックシードです。はい、こちらはですね、仮面ライダーガイムの、変身アイテム、戦国ドライバーとオレンジロックシード、そしてこちらがね映画に登場した、ロックシードが2つ、昭和15ライダーズと平成15ライダーズになります。こちらは後ほど詳しく見ていくとして、まずはこちらから遊んでいきましょう。はい、ちょっとね中古で買ったのでちょっとボロボロではあるんですけれども、こんな感じ。はい、錠前がモチーフになってますね。っていう感じで、ね、音が鳴りますね。じゃあ早速変身していきましょう。よいしょ。はい、ここにロックシードを展開した状態ね。変身。で、やります。はい、ということでこんな感じで変身します。ロックシードを刺し、はめてカッティングして変身、そして鎧の、フルーツアーマーが上から降ってきて変身完了という感じですね。はい、花道オンステージって言ってますね。では必殺技、でこれカットを2回やると、で3回やると、はい、という感じの必殺技がなります。それ以外はもうならないかな。そして錠前をロック解除して取るって感じで変身解除って感じですね。はい、こちらがオレンジロックシード。では一緒にあとは残りこちらを紹介していきましょう。平成15ライダーと昭和15ライダーですね。昭和15ライダーから見ていきましょう。はい、ここにはね1号を、この順番で、言いますね。1号、2号、V3、ライダーマン、X、アマゾン、ストロンガー、スカイライダー、スーパーワン、ゼクロス、ブラック、ブラック RX、シーン、ZOJ ですね。はい。ZO と J がちょっとわかりにくいかもしれない。あと1号と2号がちょっと顔だけじゃ判別つかないよねっていうところかな。はい。で、これは、って感じになります。ではまずは1号で変身してみましょう。はい、で実はねこれね押したキャラクターによって変わるんだよね。だから、どうしよっかな。スーパーワンにしよっかな。理由は、スーパーワンは弟が好きな仮面ライダーだからです。
セキ、シン、ショウリン、ケンなので、これは、竜弦の音になるのかな、一応。では次、もう一人ぐらい鳴らしとこうか。RX にしましょう。みんな大好き、RX。サン・オブ・ザ・サンって言ってるのかな、だったはず。シンも流してみようかな、じゃあ。仮面ライダーっぽくない、仮面ライダーっぽくないというかヒーローっぽくないライダー、仮面ライダーシン、かっこいいんだけどね。改造兵士レベル3ってなりますね。昭和ライダーはこんな感じ。一応全員分喋りますが、全員分の音声をやっちゃうとかなり長くなっちゃうので、これぐらいにしておきます。簡単にね、お宝紹介なのでお許しください。はい、では次、こちらは、平成15ライダーズですね。はい、こっから順番ですね。クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバー、ディケイド、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザードって感じですね。で、これも、で、押すと変わります。全員一応名前だけ聞いとこうか。じゃあまずは外務から鳴らしていこう。これね、ちょっとさっきのとロックシードのここの形状が違って、これは横になんだけど、これは上ですね。はい、外務でいきましょう。外務アームズ。ちなみに使ってたのは映画に登場した仮面ライダー15っていうのがこっちを使ってました。こっちは1号アームズに、変身するのに仮面ライダー外務が使ったロックシードですね。あ、そうか、今電源消したから鳴らないんだ。はい、では行きます。はい、フルーツ鎧武者オンパレードとなりますね。ここもね、実はあの各ライダーの色になってますね。クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディケイド、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイムって感じかな。じゃあ次も鳴らしてみよう。誰がいいかな。じゃあ結構人気で私が好きなオーズで。あ、でもオーズアームズって実はオーズロックシードが存在するからちょっと違うのにしようか。ディケイドでいこう。破壊者オン・ザ・ロールですね。じゃあ次、あともう2人ぐらいやりたいな。響き面白そうだったから響きにしよっかな。あ、でもブレードもいいな。キバ、ディケイド、ダブル、響きでいこう。かっこいいね。叩き込め、清めの音。ブレイド、勇気でいこうか、最後。あー、でも最後、クーガで締めたいな。すごいよね、龍騎戦わなければ生き残れない。もう本当に劇中で言われてた
やつだからね。で最後クーガで、超変身ハッハッハーですね。これはもう完全に龍玄のね変身音ですね。いいねいいねって感じ。はい、ということで今日はちょっともう今回もね、紹介するの3つ紹介したので長くなってしまいましたが、戦国ドライバーと、こちらのオレンジロックシードプラス昭和ライダーと平成ライダーの、ロックシードのご紹介でした。ということで以上リントがお送りいたしました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。